さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進める。それではこれより新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんことを。よう、もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？うわー、キュグ、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。はい、お近づきに。推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。はい、交流はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。
険です。こちらに。テントに地図の一部がありました。私たちがいるのはこの辺りですね。ここが調査拠点、私たちの船が到着する予定だった場所です。今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。地図を頼りに進んでみましょう。あれが調査拠点です。一緒に行きましょう。地図によると、拠点に行く道は…新大陸のアプトノスも向こうと変わらずおとなしいんですね。回り込んで進むしかないのかな。
なんだろう、シルベムシが群がっています。変わった植物がありますね。こっちにも来てください。さっきシルベムシに私の匂いを覚えさせておいたんです。もし私を見失ってもシルベムシを追いかければ大丈夫。このツタをかき分けて進みましょう。武器もないのに戦ってはいけません。隠れないと。こちらに急いで。早く身を隠してください。もう大丈夫ですね。今のうちに。ちょっと。行きましょう。待ってください。何かあります。これは痕跡？向こうにもありますね。Yeah!
いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。5機団は全員到着している。お前たちが最後だ。これで手当てする。大丈夫。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。あ、じゃあ後でな。ここが流通エリア、俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。ようこそ。そうそう。では後に。じゃあ一通り案内するよ。ついでにお供を探そう。ここは物資補給所だ。必要なアイテムを揃えられる。欲しいものがあったらここに来たらいいですね。次は加工屋だ。行こう。こっちだ。調査団の派遣はお前たちで5回目なんだよ。俺のじいちゃんは一騎団だ。一騎団はすげえ昔に来たらしい。俺か？俺は何騎団でもないよ。ここの生まれだ子だ。加工屋はここだ。武器や防具を作るところさ。覚えとけよ。加工屋、入ってみてもいいですか？熱気がすごいですね。次は食事場だな。行こう。ここが食事場さ。あ、あそこに。おーい。よく頑張ったね。作戦会議の時間だな。
行くか。はい。一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。海を渡るゾラマグダラウスを船で追い、ついに5機団が新大陸に到着した。大きな戦力だ。この長きにわたる調査の決着が期待できる。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。5機団の者です。よろしくお願いします。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを行ったのはゾラマグダラウス。火の山を背に追う巨大な古竜だ。我々調査団最大の目的はこの古竜渡りの解明にある。およそ10年に一度新大陸目指して海を渡る古竜たち、道すがらの生態系を変え、地形を変え、時には災害を引き起こし、遥か古来より古竜とはそういうものとしてあるんや。奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。あーや。今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。まずはジャグラスの生息域調査だな。状況によっては討伐も検討してくれ。はい、頑張ります。他の南名はいつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。腕が鳴るぜ。ご機団はこちらのやり方になれるのを第一の目標に。しばらくは指南役を頼るといいだろう。ダートさ、一緒に行こう。期待しているよ。その旗印と同じく調査団の追い風となってくれること。以上、解散。ああ。こっちだ。二島マイハウスに行こう。武器を装備するんだ。そのアイテムボックスに装備がある。好きな武器を装備しよう。